ちの方が歯が小さくて、なんかあの直射日光が当たってくると向こうの方がなんか枝が皮膚でしょ。この歯の枚数が違うよね。時代が乗ってる感じが、ね、逆輸入だ。まあ蜂がこの素焼きの蜂とこの、そうですね。もう品種もいっぱいあるんすね。あります。こんにちは。今日映ってるですか。映ってる。2人ともギリギリだけどもうちょっと寄ってほしい。今日オリーブを僕買ってきたんです。エルグレゴって書いてある。そう、こっちがエルグレゴで、こっちがコロネイキっていう樹種ですよね。実が違うんだこれ。なんかね、葉椒が違うっぽいですね。まあオリーブでちょっと盆栽を作ってみようっていうので2つあるので、ハンタさんと川崎先生どっち。あ、こっちこれやるか。で、まあ盆栽作ってみようというコーナーです。盆栽になるかね。どうでしょうね。多分、ね、2人同じような受験になる気がする。そう、ちょっとね、同じになっちゃうと思うよ。ちょっと受験似てるんですよね、これね。まあそれはそれでいいんじゃないですか、うん、ということで、じゃあ行きますか。行きましょう。カメラワークが難しい。これ砂だね、砂、うん、そう、砂。なんかアルカリ性がいいとか言って、で砂がいいって言ってたんですけど、で砂の理由が普通の土だと根が成長しすぎちゃう。で盆栽だったら、で植え替えのほら回数が違うから、そうそうそう、なんかすごいなこれ。もうちょっと来ちゃう、意外と、コブみたいな、コブみたいな。粘りって作れるんですかね、オリーブは。まあ、作ろうと思えば作れるんじゃないですかね、根っこは横に広げれば。結構なんか ここでパンって切っても生えてくるそうなんで、ああ胴切りしやすいんだ。そうだからミニ盆栽も作れるかもしれない。結構立派ですね。かなり太い。これはなんかこうコブみたいになってるんで、作業的には針金、ね、かける感じ。針金かけて、うん、ちょっとこれちょっと大きいんで、うん、ん、何の手数が同じ位置から右側に来てて、勘抜きみたいな、うん、そう、あの対象、うんうん、五章っていうのはこう一個ずつこうずれてくる対象になって、ね、盆栽は二枝二枝、うん、二また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 、ね、どう作っていいか分かんないから、もうとりあえず下になる、うん、と思われる枝と葉っぱを今剪定して、同じようにいつもと同じように作っていく。結構難しいなこれ。難しい。これ取っちゃうかね。はい。さしきも結構。あ、さしきだ。そう、すぐつくらしいんで。あ、さしきつくのこれ。はい。たまにでもあります、オリーブの盆栽。見たことないね。見たことない。あるんじゃないですか。なんかね、うん、あるっぽい。で、そこのオリーブ買ったところだと、海外から輸入するやつは癖ついてるんですよ。海外の人がオリーブ盆栽として作ってるのを逆輸入してるっていう感じでしたね。うん、初めてだよ。先生も初体験。初体験。だからどのぐらい曲がるか分かんないね。柔らかいんですよ。柔らかいのかね。うん、それらしくなるかね。オリーブは5月から6月ぐらいに花が咲くそうです。だから、そう、もう終わってます。花は金木犀によく似てるそうです。ちょっと実ですよね。収穫は秋から冬にかけて収穫、植え替えは3月から5月ぐらいだそうです。じゃあ普通の臓器とあんまり変わらない感じですね。ぱっと見一緒ぐらいな
暑いところも寒いところも結構耐えるんですよ。はい、マイナス10度ぐらいまで大丈夫だそうです。やっぱ土はアルカリ性がいいって書いてますね。あとオリーブ業界だと針金かけずに紐で縛って下げるみたいなのはよくやるみたい。うん、そっちの方が効率的なんでしょうね。うん、針金だとすぐ食い込んじゃうっていうことを言ってましたね。うん、ただやっぱりそういう作業はするっていうことですよね。うん、その業界でも土を変えるっていう、そうそうそう、やっぱ樹形をきれいにしたいみたい。折れた？ちょっと折れた。ねじろうとしたら折れた。うん、やばい。ちょきってる。ちょっと柵いね。そう。大丈夫だったんだけど、そう、ねじると折れた。実はね、僕もちょっといじってたんですけど、うん、やっぱなんか柔らかいんだけどポキッといく。そうそうそう。もっと取れちゃう。うん。そういうやっぱ性質があるんだ。マジか。ハゲルダだらけになっちゃった。ハゲルダだらけですね。あれですか。普通の雑巾みたいな、ここを脇締めて緩やかにこう曲げる感じ。普通これが芯になってくると思うんだけど、はい、こっち芯、これ寝かしちゃって、はあ、これで奥行きが出るんでしょ。うん、だいたいあの雑巾の作りでやってる。雑巾と同じ作り方。こうガクって下げたらおかしいもんね。うん、出せないだったね。根っこは細かいだこれ。そうですね、粘りが元からもう細い根っこが出ちゃってた。浅い鉢にも、うん、浅い鉢に入る、ね、いいよね。いいですね。もうそれもいいですけどね。どっちでもいいですよ。どっち、アルカリ性が好むということなんで、うん、炭入りの土、こんなのシンパクも合うんですか？シンパクの入れ付けに炭入れてる。できた。できた。完成。水あげちゃうよ。完成。完成。どうでした？作ってみて。幹が柔らかいんで作りやすい。結構作りやすいから。意外となんか元はどっちも太くなってる。根がね。同じだよね。これもこうなったよね。そうそうそう。意外と癖もなくできたのかなと思うけど、葉っぱの出方が特殊ですよね。だからそれがうまくできるのかな。技量が。なるほどね。でもこれを盆栽として楽しむ分には、うん、結構誰でもできる。簡単にできるんじゃないかなと思う。なるほど、はい、雨がすごいですね。雨が降ってきたんで、あ、やばい。ちょっと突然の大雨なのでここで終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。大きな頭を下げて